大分運輸支局などが正規のタクシーではないいわゆる白タクに乗らないよう外国人観光客に注意を呼びかけました。 JR 湯布院駅で大分運輸支局や県警の職員など8人が見分け方を書いたチラシ150枚を配り注意を呼びかけました。白タクとは国の認可を受けていないにもかかわらず自家用車などに客を乗せ有料で輸送する車のことです。認可を受けている緑ナンバーではなく自家用車に多い白ナンバーをつけていることからそう呼ばれ事故が起きて怪我をしたときに保証を受けられない可能性があるなどの問題があります。地元のタクシー運転手は白タクを見たことがあると話します。乗ってるのをね、まあ、こう見てるとねやっぱり、ね、外国の方も多いですね、はい、金額が安いからとかねいうあれで多分乗られる方がいるのと違うかな思って無許可のタクシーというのはやはり正規のタクシーと比べてもですね安全性や保障の面で非常に問題があるというふうに考えていますので違法であることはもちろんなんですけども現実的な面からもですね非常に危険なので使わないようにしていただきたいと思っています。大分運輸支局は同じく認可を受けていない白バスへの注意も呼びかけています。